セカンド。そう、ダブルガモノ。次こそその腕食いちぎって。レッドホーン。シャボンディ諸島で再集結を果たした麦わらの一味は、新世界へと抜けるため深海の島魚人島を訪れる。そこは竜宮王国が治める魚人と人魚の国だった。2年前共に戦ったジンベエによってすでに名を知られていたルフィは、仲間たちと共に王宮竜宮城に招待される。魚人族と人間とは長い歴史の中で種族間の深い確執が存在していた。しかし人間との融和を望んだ今は亡き王妃乙姫の活動の成果により、人間に歩み寄ろうと考える魚人たちも少なくなかった。一方で人間を憎み、魚人族の力を世界に示そうという不穏な組織も存在していた。ホーディ率いる新魚人海賊団である。かつてルフィたちがイーストブルーで倒した魚人アーロンの意志を継ぐホーディは、竜宮王国に反乱を起こして新たな国を築こうと動き始めていた。ホーディの反乱に巻き込まれる形で仲間数名が囚われてしまったルフィは、残る仲間と合流し、そこでジンベエとの再会を果たすのだった。ルフィ君、見違えたぞ。懐かしいな。ジンベエ、おお、ジンベエか。また会えて嬉しいぞ。ん？仲間は皆一緒ではないのか。ああ、それがよ。コーディのやつは、なんと竜宮城がそんな大変な事態になっておったとは。ジンベエ、後のことは頼むぞ。俺は竜宮城に行く。待て、ルフィ君、お前さんらがホーディと戦ってはいかん。考えてみろ、お前さんがそのまま魚人島で暴れたらどうなるか。魚人族にはこれまで人間に心を開こうとするたびに、人間によってそれを邪魔されてきた歴史がある。お前さんがホーディとぶつかればどうなる。結果、この危機から魚人島は救われるとしても、人間に盾つくホーディを打ちのめそうとするお前さんの姿は、魚人島のみんなに変わることのない歴史を連想させる。ジンベエ、こっちは仲間取られてんだ。ホーディってのもほっときゃ、俺の友達もみんな困る。俺は行く。止めてんなら止めてみろ。共に戦った仲だと油断したわい。そういやお前さん、あの男の弟じゃった。止まる気がないんなら仕方ないの。どけよ、俺はあいつらをぶっ飛ばしに行くんだ。待てと言うとろうが、話を最後まで聞け。やるのならホーディをぶちのめす凶暴な人間にならず、この島のヒーローになってくれ。わしがホーディにわざと捕まり助けを求める。お前さんはそれを助けてくれたらええ。そうすればわしら全員凶暴者であることが皆にわかる。が、その前にまずは竜宮城へ急ぎ、仲間を救出せ。仲間救出の方法についてじゃ、なんとかしてくれ。雑な作戦だな、おい。お前の頼みだからやるんだぞ、ジンベエ。応援なんかされたら、こっちは調子狂うんだ。すまんな。まだ、何か悩みが？作戦名を。いらねえよ、急ぐぞ。わしは敵に捕まって広場へと侵入する。鍵を盗んで広場を内側から開けられるものは任せて。あたしとロビンならできそう。こんな場所に捕まってる場合じゃねえ。さっさと脱出するぞ。では私にお任せください。ここ開けてください。出ないと呪っちゃいますよ。出た、開けるから呪わないで。ちょっと通りますよ。ソウルトリッシュ、そう、手合わせ。開けてくれた例だ。いい値打ちで勘弁してやろう。ああ、全魚人島民、聞こえるか。これはホーディ・ジョーンズ。この国は一度崩壊し生まれ変わる。新しい王は俺だ。ジンベエを発見したぞ。捕まえろ。ホーディ・ジョーンズ、しまった。さあ、お前さんたちは今のうちに。ちょっと通りますよ、ありますよ。ほら、
そこにも敵がたくさんいますね。怖っ。ナコが何匹いようと関係ねえ。さっさと倒すぞ。ガボットボンナパン。失礼します。オーバーだ。行け。ガボットボンナパン。旧竜宮王国との決別の時だ。人間との友好を望む者はこの国から消えろ。水路の水は止めといたぞ。そこのスイッチで水が止まるんだ。お前ら自力で脱出してきたのか。手間が省けた。さっさと広場に向かうぞ。ふざけるな、ホーディー。俺に反発する種族の恥さらしども、一人一人処分していくとしよう。鍵は手に入れた。ルフィたちはまだなの？いきますよ。45度。うわあ、俺は麦わらのルフィだ。麦わらの一味全員来た。なぜ竜宮城を占拠した。人魚たちを誘拐したのはお前たちなのか。答えてくれ。お前たちは巨人島の敵なのか味方なのか。敵か味方か、そんなことお前らが勝手に決めろ。聞けば飛びような10人足らずの海賊に何ができる。こっちは10万人だぞ。やっちまえ新魚人海賊団。広場の奥にジンベエ親分が捕まってんだ。俺たち助けに行ってくるぜ。よし、俺も行く。コールトリッド。このエネルギー捨てろとこそ、そう天より授かった力。アントーチアス、ファンタジア。ジャハハハ、最高の気分。もっとエネルギーステロイドを持ってこい。エネルギー、ホーディー船長にエネルギーステロイドを届けろ。ホーディーに届けられるとまずいぞ。この裏切り者は残らず処分してやる。あのチビ急にでかく。特定カルメン。あお、何も暴走までするとねえだろ。大丈夫だよ。ハンブルボール3、この姿で戦えるようになったんだ。負けてられねえ。アイアンパレーツフランキー将軍、略奪者の剣フランケン、ゼネラル足元デンジャラス。キャー、下段攻め、セコイが危険だ。
戦いに死ねん奴らは今ここで死ね。死んで人間への恨みを残せ。死んで恨みを残す？バカバカし、何も残りませんよ。生き物皆死んだら骨だけ。私、命粗末にする人大嫌いなんです。失礼ですが、もう切っちゃいました。おさむござるす。お気をつけて。かすり板吹雪切り。負けちゃいられねえ。みんな新世界に向けてしっかり得るものを得てきてる。魚野郎、お前は俺に狙撃され、それで終わりだ。何をつまらねえ寝言を。バカな夢見てんじゃねえよ。負け惜しみか。参った、俺も衰えたな。昔はもっと嘘ぶちかましたもんなのに、今やそれができちまう。必殺緑星インパクトウルバー。行け！これが世界に名を売る海賊の実力か！麦わらのルフィならこの国を救ってくれるかもしれない。ボディを倒してジンベエ親分を助けてください。お前らみたいなふぬけがいるから巨人族が舐められるんだ。ドルさん、オールソリッド、オーバーで、ドルさん、ハッピーミュージック。はっ、はっ、行きますよ。はっ、よっ、麦わら、なんか燃えてきた。行きますよ。45度広場に降りた時から巨人島は誰にも傷つけさせねえって決めてんだ。好きにやっと。だが結局この国は勝者のもんだろ。俺の一刀流大神官斬り。すまん、人間と仲がいいんだな、ジンベ。おめえみてえなやつが一番嫌いなんだよ。人間と肩を組むとは、ジンベもとんだふぬけ野郎だ。俺がこの島の王になれば全てを変えてやる。やがて魚人族に逆らう者はいなくなる。海賊の世界も同じだ。俺こそが真の海賊王にふさわしい。海賊王？やっちまえ！おい、ルビー！これが覇気。たった2年でここまで。覇王色、やっぱ資質あったか、あの野郎。これくらいやってもらわねえと船長交代だ。ホーディーっつったな。お前は俺がぶっ飛ばさなきゃな。お前がどんなとこでどういう王になろうと勝手だけどな。海賊の王者は一人で十分だ。ジンベエ親分と一緒にこの国を救おうとしてくれてるんだな。あとはわしらに任せて、皆は安全な場所に避難するんじゃ。よし、俺たちが送り届けてくるぜ。
ンナパン。あとはホーリーを倒すだけじゃ。ホーリー、お前たちを打ち負かし、わしらは人間を愛する未来を選ぶ。いい気になるんじゃねえ。俺たちは選ばれたんだ。復讐という正義を受け継ぐために。エネルギーステロイド、いくらでもくれてやる。もっと攻めろ。強そうに出てきた。俺に力をよこせ。失礼します。オーバーレッグウッドロア。ホーディー船長にもっとエネルギーステロイドを届けろ。失礼します。オーバーレッグウッドロア。ホーディー、お前たちはこの島の誰よりも弱い。これが弱いだと。ルフィさん、ちょっと通りますよ。オールトリッド、ちょっと通りますよ。行きますよ。フラキントージアス、ファンタジアス。今のうちに謝らせてくれ。お前さんの故郷を苦しめたアーロンはわしの弟分なんじゃ。確かにアーロン一味にはひどい目に遭わされたけど、そんなひどい渦の中出会った仲間もいるのよね。全部つながって私ができてんの。だから私の人生に勝手に謝らないで。なんちゅうもったいない言葉。片付けない。お前ら何をごちゃごちゃ喋ってやがる。気をつけろ、この女の棒。さっきからいろんなもんが飛び出すぞ。魔術師か。魔法使いちゃって呼んでね。大運ロット。ヤー、思い出せ。この2年間俺は逃げた。あいつらに捕まらねえように、雨の日も雪の日も雷の日も逃げて逃げて。なんで俺があんな目に。焼け焦げろ、あんな思い出。ヘルンメモリーズ。うわぁ。人間との長い確執の歴史に目を閉じ、未来を少し変えようと歯を食いしばる、この強く優しい決意がなぜわからんのじゃ。オーバードクルフィーさん、そう、セアマシー。オーバードクルフィーさん、巨人ども、降参が先か全滅が先か、三刀流極上大竜巻。切れる竜巻だ。止まらねえ。どこまで追ってくるんだ。地獄の果てまで。この国に重要な世界の歴史が眠ってる。荒らされる私も不本意。ミルフルール、ギガンテスコマ。おいおい、なんだあれ。足、
ゃー失礼だからか人間相手に何をやられてやがるは失礼しょはっはっはっハッ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 よっほっよっほっはっいきますオーバーダスドロワほっほっサオズフィーさんほっちょっと飛びますよオールトリッドほっほっサオズフィーさんほっちょっと飛びますよいきますよパーティーミュージックほっほっサオズフィーさんほっちょっと飛びますよオールトリッドよいしょ、よいしょ、オーバーレスドロワ相手失礼します、オーバーレスドロワよっほ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 っお前たちに勝てるわけがねえ助けを食え、キャトー氏族ほっヘアバッシー諦めろ人間俺はお前たちを見るだけで静が走るどれほど犠牲を払った俺は必ずお前ら人間への復讐を果たすはい失礼しますここに入ってくる敵は俺が皆殺しにするキントーティアスファンタジアはい失礼します俺たちは人間に裁きを与えるが危険に選ばれ力を得たのだ俺が力うわゴムゴムの王